よっしゃー、3人合流しまして、いきますぞ。つの日、つー。つの日、いたんつーだわ。村岡ゾンは、恨みっこになった後も、たった一人で、死ねえ、仕組み、閉じこもり続けた。あの教室の扉は、村岡さんの心の扉。精神世界な。誰にも開けることはできないんだよ。わ、なんかちょっと深い話、始まったぞ、この、偽物の西野さん。四季子さんは教室に入れないから、死と死の取引以降、二人が関わることはなかったみたい。え？四季子さんは教室に入れないの？みっちゃん、私の時はそうだったよ。私の時は人間と同じ大きさだった。だから力も弱くて振りほどけたし、教室の中も安全だったの。どうして彦さんは教室に入れなかったんだろう。え、戸を開けるだけの力がなかった、それだけ弱かったという、そういう話ではなかったのかい。ねえみっちゃん、私思ったことがあるの。私が引きずり込まれた時はチャイムの音に合わせて彦さんは現れた。うん、村岡さんが言ってたんだよ。シコさんは自分になれ変わろうとしてたって。そっか、そうだよ、平田さんも確かに言ってたの。シコさんは人間になろうとした怨霊なんだって。だから学校のルールに合わせたのは合ってると思う。え、どういうことだ。ちょっとごめん、俺には理解できん。そうだよ、シコさんは村岡さんの記憶に沿って青樹街中学校を再現したんだよ。だからここは普通の学校とは違う構造をしてるんだよ。でも今は巨大化して無差別に壊してる感じがする。シコさんはこの学校をなくさろうとしているんだと思う。ちょっとあんまり俺理解できてないけど、まあ進んでいきますわ。どうして。恨みっ子がシコさんの希望を壊したから。え、なんかちょっと今本音話し始めた。今西野さん本音話し始めたからね。君、シコさんは青い水の力で巨大化したけど、本当は自分の意思でなかったんだよ。どういうこと。だって巨大化になったら教室に入りたくても入れない。人間になりたい怨霊なのに村岡さんに巨大化させられてしまった。巨大化させられた。恨みっ子が恨まれた感じになった。私と安藤君は村岡さんに言われるがままにプールの水を抜きに行った。でもその結果プールの穴は地獄とつながり、ためられていた青い水の力でシコさんは巨大化した。それも村岡さんの策略だったとしたら。わあ、え、西野さん偽物のはずなのに、え、シコさんのさ、ちょっと裏切り説をさ肯定しやしてみたんやけど、村岡さんはどうしてそんなことを。それは私にもわからないよ。あれ、まさかに、え、この西野さん本当は本物だった説みたいな感じが出てきてるけど、あれ、偽物だと疑った俺が悪いのか。これは違う、視聴者さんだって偽物だと思ったはずだ。俺は悪くないぞ、視聴者さんのせいだぞ。そういうことにしとくぞ。だけど西野さん、四季さんは村岡さんのせいで人間になりたいと気づかされたんだよ。人間になれると思って村岡さんに力を貸したのに裏切られたと思ってたんだよ。村岡さんに、おう、だから役になって校舎壊し始めた。ヤキになってて言葉がすごい人間っぽい感じがする。怨霊なのにさ人間っぽいところ残したような感じがして、ちょっと俺ほっこりしてきた。ヤキになってて言葉がね。待って、ということはシカさんは恨みっ子を恨み始めたんじゃない。出た、恨みっ子が恨まれるパターンのやつや。そんな、嘘でしょ。
村岡さんはそこまでしてシコさんをはめたってこと。はめたって言い方するかね。はめたって言い方するかね。私村岡さんならやると思う。やると思うんじゃ。村岡シコがどんどん悪者みたいになってきとるやないかこの回は。いや悪いことしようけどさ。すっごい悪みたいな感じになってきてる。村岡シコがすごいヤバい人間みたいな感じになってきてる。だって最低な形で私が騙そうとしたもんだもん。そうやな、親友って言葉をさ罠にしとるもんな。みっちゃん、そうじゃ、みずほちゃんは親友って言葉に踊らされそうとになっておった。ねえ、現代への帰り道は知ってる？死と死の入れ替わったクラス、仕組みは現代とつながっているはずだよ。でも私がやってきた2年仕組みは現代の扉がなくなっていた。3年仕組みの扉もなかったよ。現代から超えたのに。そっか、よく考えればそうだったんだ。私が帰れたのは村岡さんが私に肥後さんの噂を広めさせるためだった。そうだ、都合が良かったけん帰らせたみたいな感じ。そうだ、完全に肥後さんの策略ってことになるわな。こうなってきたらそれを3人は気づかされることになるのだ。私が来た時も村岡さんが現代から道を開いたんだよ。多分現代へ通じる扉は村岡さんが開けていたんだ。ねえ、二人とも村岡さんのことをもっと知る必要があると思うの。本当だな。ちょっとシコさんのこともうちょい知りたい、知りたくなってきたよ、プレイヤーとしてな。好奇心、好奇心。日向隆さんなら話してくれると思う。西野さん、日向さんのことも知ってるの？うん、会ったことはないけど。村岡さんの後にここに引きずり込まれたことは知ってる。多分クラスメイトだったんだよね。そう言ってたよね、日向さん。日向さんのいる1年生校舎の理科室まで行こう。うん。ちょっとだね、てんてんてんって文字、白い文字があったけど、西野さんのさっきの口ぶり、シコさんの気持ちを代弁しているようだった。あれ？どうなっているの？あれ？シコさんは西野さんに何かしたの？友達を疑いたくないけど。西野さん、あれ？すごい、本物なんか偽物なんか分からんようになってきた。なんか本物とも偽物とも取れるような。で、本物だとしたら、しきこさんが本物の西野さんに何か手を加えたみたいな感じになっとるけど、あれ？ちょっとこの中途半端な感じなんなん？どっちなんだ？偽物かなと思うけど、本物で何かされとる感じがあるような感じに持ってきてる。なんだこの中途半端な感じ。人形、人形。よっしゃ、進め。1年生校舎、もうちょっと調べるって。絶対人形や、絶対人形のことじゃこれ。あくら様に調べれるもんこれしかないもんな。この人形はなんだろう。多分イモエ死んだ人たちを壊したものだと思う。表したも申したものじゃ、壊したものでなんだ。壊したものって怖いな、もう。なんでこんなとこにあるのかわからないけど、ここにあった人形が一つ動き出したんだよ。そうなの？うん、多分村岡さんの人形だと思うけど。安藤くんの人形もあるんだね。わあ、西野さん、安藤くんの人形だ、わーい、持ち帰ろうみたいな感じで部屋に持ち込もうとするなよ、お前。持ち帰ろうと。ちょっと好きな人の人形だからって持ち帰ろうとするなよ。ちょっとお金払え、持ち帰るならお金払えよ、作った人に。西野さん、そうだね。
さて、他に何かある？一旦戻らなあかん感じになるんかな。先に進もう言われた。あ、調べるんこれだけでいいんかい。道を探すための手がかりを探すとかそういう話じゃないんかい。ただこの人形をちょっと見とけみたいな感じだった。重要だったか、そんなに人形重要だったか。ねえ、見て。そこにも教室があるよ。え？さっきはなかったのに。でも他に行ける場所がないし、行ってみようよ。やばい、なんか西野さんが偽物な、これ完全に誘導してる、誘導してるぞ。西野さんの言葉で道ができた。まさか今度こそ確定じゃ、西野さんも偽物だ。ちょっと騙されかけた。もしかしたら本当は本物だったかもしれない説に騙されかけた。よし、揺らがん、こっから揺らがんからな。西野さんのことを偽物だと思って、おっと、このポジション、あ、換気口。この先は1年生の校舎に通じてるよ。平田さんに会いに行こう。なんでおるんって知っとんやって話になってくるよこれ。で、いきなり平田さんの位置把握しとるって怖いぞ。おい、お前怖いぞ。もう力に目覚めたって言葉でもう通るもんじゃないぞお前。つかパート3にしてさ、まだ音量にバーって襲われんっていうさ、すごい本当に珍しいパターン。もう次の日そこまでルール潰しに来たんやな。ルール前例を潰してくる、次の日ここまで前例を潰してくるようになってくるという、最終回だからこそのスペシャルですわ。ここは？お？お？私ここに見覚えがあるよ。お？見たことあった？あ、これ？この新聞があったのは確か1年2組だったはず。構造が変わってなければ理科室まで行けるはずだよ。ああ、そうか、理科室平田隆くんおるもんな。久しぶりー。わあ、チャイム久しぶり、元気してた？チャイム今までどこにいたんだ？え？ハワイ旅行行ってた？俺も最近行ったんだよハワイ旅行。そうか、お前もハワイ行ってきたのか、知らんわ。そんなこと言ってる場合じゃないわ。事故のチャイムが鳴った。シコさんがこっちに、これ俺らのことを潰しに来たか。水かさが増してもう机の下には隠れられないよ。急いで走り抜けよう。了解した。どっち？理科室そっち。了解だ。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ワンツー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 。ちょっとそっ、わあ、見たことないやつ来た、見たことないやつ来た。見たことないやつ来たんやけど、これ誰今の？何今の？シコさんの顔になってた。シコさんあんな顔だった。え、あ、シコさんあんな顔だったっけ。え、男の人みたいな顔だったけど。シコさんの力が増してきているんだよ。早く行こう。力増したら、シコさん力増したら音量全員をシコさんの顔にするんだ。え、どういう力だよそんな。どういう気持ちで音量を自分の顔に変える。うわー、これ内田先生か、もしかして内田先生がこんな顔になった感じなんか。よし頑張るぞ。産地回復した。なんで回復したのに、うわー、なんで平田隆に会おうで時に出てくるの。しっこさんちょっと気になる。でも無視する。平田隆君の方が大事だからなと思ったけど、あれあれ、どっち？こっちか？え？理科室だ。シコさんおった。シコさんおったけどスルーだ。平田隆君の方が重要。おっさん。あ、西野さんが優しい声をかけることで産地回復してる。オアシスやん。オアシス西野って呼んでいいか。なんかシンガーソングライターにおりそうな名前なんやけど。オアシス西野。ちょっと笑えてくるやないか。
おっと来た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 。そして同じ言葉をかけてオアシス西野。すごいなオアシス西野。言葉かけるだけで3時間回復するんだな。素晴らしい。おっあれやたら遠いな。理解数やたら遠いな。おっと来た。そしてオアシス西野ピコーン。よし、ん何か聞こえる。チャイムしか聞こえないよ。あ猫まだおるんじゃ。あの猫、これ何の声。猫だよおさっちゃん。この学校、シコさんの顔に変わった猫がいるんだよ。猫？怖いなあ。なんでこのタイミングでセーブ入るん。なんで猫の声が聞こえたからってセーブの入り方する。怪しい、その猫怪しいぞ。だいたいそうだよ、猫がおったからといって何も始まらんかった第3話やもんな。いるね。このいるねとさ、言葉のそと暗さ冷たさ、なんなん。ただいるねって言うただけで、ね、なんか冷たい感じがする。なんなん。うん、でもさ猫のことは気にせず日当たらしきのことを考えてる。そして振り向く。キャーこらー誰や。しおちげ水穂ちゃん。みちゃん。みっちゃん本性を表したな。さっちゃん、あの絶対平気だよ。ありがとう。内心ちょっと複雑やわ。みっちゃんのこういう乱暴なところを見て内心複雑やわ。あ、西野さんそんなことおかもいなした。ここに平田さんがいるはずだよ。話を聞いてみよう。ここでさ今頃やけどさ、さっきのしきこさん、さっきおった髪に埋まってるしきこさん話さんでよかったんだろうなってちょっと思い始めてきたんやけど今頃。平田さん頭なくなってるやん。ちゃんと頭乗っけとったのに頭なくなっとるやん。あいつもまた頭なくなっとるやん。あ頭がさっきの猫がやったの。代わりの頭もうないよ。頭の代わりを探せば大丈夫っていう発想をどうして出てくるかな。普通はそういう考えないからな。あ、びっくりした。この頭乗っけましたみたいな感じでできたかと思ったね。平田さん死んじゃったの。うん、代わりの頭があれば治るの。代わりの頭があれば治るって発想が出てきてしまうところが怖いなこれ。みっちゃん何を言ってるの。そりゃ何を言ってるよって言われてもしょうがないわこれ。頭があればいいの。さっきの猫がじゃれてたのならどこかに頭があるかもしれないよ。探してみよう。冷静、西野さんめっちゃ冷静。だって敵側だもん。さあどこかにあ、おっこっちだ。えこの声聞こえる。どうしたの西野さん。西野ゆい、君にしか道は開けない。水道の反対側の壁だ。そこの二人を助けるために。水道の反対側。いろんな場所を調べる。いや、いろんな場所って水道の反対側って歌やん。この辺か。ここ。え？あ、あ、これ。シーコさんの力。西野さん、どうして？
わかんないよ。今男の人の声が。こんなん見せられたら西野さん本当に分かってないみたいな感じになっとるやん。つまり偽物じゃない本物説みたいな感じになってきとるやん。ちょっと揺らいできた。さっき揺らがないって言ったら俺の心が揺らいできた。西野さん本当は本物じゃないのっていうそんな考えが出てきてしまったんやけど、ちょっとやめて。ちょっと揺らぎまくるみたいな感じになってきてるから。でも高知から完全に漆器子さんよな。この廊下をバッて作る能力が。スタンド、もしかして平田さん、平田さんかもしれないけど、今西野さんが道を開いたんだよ。みっちゃん、やめてよ。西野さんを疑わないであげて。あ、そういう考え方。え、してしまうよな。でも西野さんも怖いんだよ。私たちと一緒に帰るために不思議なことも教えてくれてんだよ。なんかやたら肩持つような西野さんの肩ね。やたらさっちゃん西野さんの肩持つような。なんでなんかちょっと別に優しい剣なんだろうけどさ、ちょっと気になってきたんやけど。優しい剣よな。ちょっと気遣ってあげよう感じよな。これ黙っていれば疑わないで済むことも私たちを信じて教えてくれてるんだよ。私たちもう友達でしょ、さっちゃん。そう、もう友達でしょって、友達でしょの言葉で騙されたけんな、一回。ドア開けたらさ、巨人の四季子さんが手伸ばしてぐちゃってきたからな、一回。ごめん。西野さんも、ごめんね。やばい。こう三人の間でライアーゲーム始まった気がするんやけど、なんか。で、ちょっと待って、1億円なんか持せないから、俺。いいよ、大丈夫だよ、小林さん。それより、この先に進もう。うん。もう、俺ちょっと、人のことを信じられなくなりそうな感じになってきました。二人を生かすために、さっきの声はそう言ってた。平田さん、そういう意味なのね。どういう意味なんだい？ごめん、おいでは理解できん。どういう意味なんだい？けどさ、こうバッというシキコさんが力を使ってこれ道開いたってことはさ、やっぱり西野さん偽物なんかな。平田さんがってことなんかな。わからんようになってきた。パート3にしてまだわからんようになってきた。よっしゃ、今回もセーブポイントがたどり着けんからな。てか今回道にセーブポイントないやないか。ちょっと自動でセーブが来ることを待つしかセーブポイントセーブする方法ないんや今回。マジか。そこまで前例のないこと、前例あったことをさ、潰してくるんか、これ。よっしゃ、というわけで今回もさ、セーブせずに今回終わるからな。というわけで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。週明け。本編で、しきこさんがいたのにスルーしたけどさ、それで、ちょっと後で話しかけてみたらこんな顔になってたからね。もう人格そのものが入れ替わってるような感じになってるからね。しかもその後死の呪いで産地が4になりましたとか出てくるからね。もう正気の沙汰ではないよ。